アルトゥール・ロジンスキは、オーストリア出身のアメリカ合衆国で活躍した指揮者。ポーランド人を両親に、オーストリア・ハンガリー帝国領スパラトに生まれる。現在は、ウクライナ領のリボフで育ち、同地の大学で法学を学んだ。1914年に、帝国の軍医だった父親の転勤により、家族と共に、ウィーンに行き、引き続き法学を研究する。その傍らで、 ウィーン音楽アカデミーに進学する。1916年に法学博士の学位を取得する。第一次世界大戦後の1918年に当時ポーランド共和国領だったリボフに戻り、オペラエルナーニを指揮して指揮者としてデビューする。その後は渡米し、1925年から1929年までレオポルド・ストコフスキー率いる。 フィラデルフィア管弦楽団の下で務める。1929年からはカリフォルニア州に移動し、4年間にわたってロサンジェルスフィルハーモニー管弦楽団を指揮する。1933年から1943年までクリーブランド管弦楽団の音楽監督に就任し、在任期間中に数度のオペラ上演にも携わった。1936年には、 ザルツブルク音楽祭で、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団を指揮する。その際に知り合ったアルトゥーロ・トスカニーニの依頼で、NBC 公共楽団の練習指揮者に就任する。トスカニーニ着任までの間にオーケストラをトスカニーニ、好みに合う、よう徹底的に鍛え上げた。1943年には、ジョン・バルビローリの後任として、ニューヨークフィルハーモニー公共楽団の常任指揮者となるが、 まもなくニューヨークフィルに初めて設けられたポスト音楽監督に就任する。彼は音楽監督の強大な権限をフルに行使して、コンサートマスターを含めた大量の学院を地の浄化とばかりに大リストラを刊行した。リストラ本来の意味である再構築の面では多大な功績があったものの芸術面での意見で、 経営人と折り合いが悪く、1947年2月に音楽監督を解任される。解任後、間もなく、シカゴ公共楽団に職を得て活動したが、シカゴトリビューン紙の名物から口女性評論家、クラウディア・キャシディの珍しい用語にもかかわらず、赤字問題で、シカゴの職を割れ、ヨーロッパに戻った。ヨーロッパに戻った後は、健康を害し、 ウェストミンスターへのレコーディング活動の他は目立った、活動はあまりできなくなっていた。また、1953年には NHK 公共楽団からの客演依頼もあったが、健康面の問題で話は流れた。1958年11月、シカゴリリックオペラでトリスタンとイゾルデの公演を指揮している最中に倒れ、ボストンに移送されたが、間もなく亡くなった。息子のリチャードは、 バンクライバーン国際ピアノコンクールの会長であったが退職し、現在はチャイコフスキーコンクールの審査委員長を務めている。ロジンスキーの録音といえば、ウィーンフィルのクラリネット主席であったレオポルド・ウラッハと共演したモーツァルトのクラリネット競争曲を代表作に選ぶ人も多いが、ウェストミンスターにかなりの数の録音を残しており、 ディテールやニュアンスにこだわるよりは、スピード感や色彩感を優先させつつ、いわゆる爆炎系の指揮を行ったことが伺われる。スペインやスラブ系などの、いわゆる国民学派を得意としており、ドボールジャークの新世界公共曲などのほか、一方で、スクラービンの放映の歌など、モダンな作品も得意とした。ゲンクロアチア用スプリト、ありがとうございます。